すいません。壊れてたと思ってた折りたたみ傘、日傘もできるよっていう折りたたみ傘がなんと壊れてなかった。危ない、捨てようとしてた。今壊れてるよなと思って確認してから捨てようとしてたら、あれ壊れてないやんってなって、多分別の折りたたみ傘と勘違いしてたで、今そんな折りたたみ傘を畳んでおります。すみません。よいしょ。OK、 畳み終わりました。こんにちは、こんにちは、おはようございます。やっほー。ここでは今日ね劇場公演なんですけど、あの終わってからなんか別のお仕事、お仕事っていうかお仕事だけど、なんて言うんだろう、仕事なんだけど、なんかリモートでの打ち合わせみたいな感じのお仕事みたいな、そうとある嬉しいものに向けたものみたいなやば、ざっくりしすぎ。そうだって、だからちょっと終わってからできない、できなくねみたいな、スケジュール見てちょっとそうなったので今やってます。で、その劇場に行く準備もしながら配信をしていこうと思っています。なので、ちょっとガサガサ言います。すみません。いいよ。ありがとう。優しいね。熱中症には気をつけて、本当に私も今飲みかけのポカリスエット、昨日もらったポカリスエットをいただいております。水分取ってください。本当に熱中症だけは怖い、それだけが怖いわけじゃないけど、もちろん他のねものも怖いけど、熱中症は自分で防ごうと思えば防げると思うので、そう、自分では防げないどうにもならないものだってあるわけじゃないですか。でも熱中症はお水飲んだりとかこまめに休憩取ったりとかすることで防げると思うし、それを多分もしね、いや会社の偉い人がやってくれないんですよみたいな会社は良くない、そんな会社良くないうん、やめとけ。で、自分が腸とかでもしもそれをやってしまってるかもしれないなっていう心当たりがある皆さんは絶対に
直してもし自分が腸だったらね。改善していこう。世の中の会社を良くするスタイルで生きていきたいので、はい、自分が所属してない会社だとしても世の中の会社の世の中を楽しく生きていきましょう。雑世の中を楽しく生きていきましょう。ありがとう、お知らせ。10時前にミュートする。なんか鳴るらしい、よくわかんないけど、とりあえずミュートにしとけばいいっしょだから教えてください。58分になったら誰か。自分でアラームかけとこ結局メイク道具と おにぎり食べる。昨日のね夜違った昼おにぎり買って食べなかった。おにぎり食べる。おはよう、みんな。おはよう。チャックが閉まらない。やり直し。なんで。
よし、閉まりました。ここが厳しい、やだ、なんかなんかやだ。今多分入んないって顔してたからだと思う。てかそうだと信じたい。小顔凛々しくても嬉しくない。女の子だからさ。いや、もしかしたらね、その凛々しい系をね、求めたい、凛々しい系がになりたい女の子は喜ぶかもしれない。パピョンは凛々しい系になりたいわけじゃないから、やだ。スターはイベントの時にいただけると嬉しいです。イベント出るか分かんないけど、参加、まずイベントあるか分かんないけど全部分かんないけど、これも充電、かっこいい系の女性とかわいい系の女性どっちを目指しますか。見た目はかわいい系だけど中身はかっこいい女子を目指したいっていう感じかな。見た目はかっこよくいたいです。なんか人から憧れられるそんな存在の女になりたい。もう叶ってます。え、全然ですよ、全く叶ってない、マジで全く。見た目は可愛くないし中身もかっこよくないから全然叶えられてない。けど目指すのはそこかな、私が、そこを目指してます。自立した芯のある女になりたい。そのためにどうしたらいいかはわからない。あ、今日までのアンケート、今日の6時まで OK。やばい、え、なんかあざできてんだけど。あ、思い出した、昨日ぶつけた、よかった、見知らぬあざじゃなくて。
昨日机の角に、角じゃないんだよね、ぶつけた。いでって言っちゃった。そう、でもめっちゃ薄い、こんなあざだから大丈夫。あとうちの足あざだらけだから、もうすでに全然問題ない。ねえ、見知らぬあざ一番怖いよね。よかった、分かってくれる人いて。まあいるか。これこの中入れとこう。これはこっち入れよう。オッケー。危ない、これ忘れるところでした。でこれも入れて、今日出る前に日焼け止め塗る、日傘も持っていく。あれ、これ今入れたのに出てきた、やめてもらえる？入れたのに出てきた。もう外暑いの？マジで？嫌になっちゃう。嫌になっちゃうよ、そんなの。本当に。なんか今年くるぶしの内側めっちゃ刺されるんだけどさ、なんで？なんで？よし、準備 OK。 あとおにぎり食べる。リップ、危ない、これ忘れるとこだった。私が買った9点で買った一番のお気に入りというか嬉しいリップ、買えてよかったって思ってるリップ。すいません、なんかわたわたしてて。すいません、めっちゃスルーしてた。今日の公演行く、嬉しい、待ってる。タルさん、ハートありがとう。伊賀の藤丸さん、たいやきちゃん、ズッコさん、たいやきちゃん、ムジカのバナナちゃん、たいやきさん、たいやきちゃん、まこひかりさん、ゆたパパさん、ハート。ムジカのバナナちゃん、オリビエさん、ハート、ありがとうございます。ちょっと全部スルーしてた。ということで、おにぎりを食べます。昨日の昼買った、
ツナマヨか鮭か迷ったんですけど、鮭にしてよかった。多分ツナマヨの方が賞味期限早かったはず。ヤギみたいな食い方しちゃった。今日できるかな。昨日ちゃんと振り振りとか見たりとか確認はしたんだけど、初めてゆりさんと一緒に出るから緊張しそう。昨日推しとハルピョンの話になってさ、待って、その一文目が意味わかんないんだけど。人ハルピョンの話になってさ、何の話してる今、大丈夫そう。いいんだけどね、別に。全然怒ってるわけじゃなくて全然いいんだけどね。みんなの人生だし。そういえばここのニキビ跡治ったんじゃない？ごめん急に。あ、まだだ。まだいるわ。最近毎日パックするようにしてて、お風呂上がりに。顔に気使ってます。おにぎり食べて。
爪の隙間きれいにしてます。59分だ。もうちょっとしたらミュートにします。バイバイ。ん？まあいいや。てか私もこんなのんびりしてる暇ないんですよね。やばすぎ。なんかよくわかんない。まあいいや。激アツだね。外激アツ。なんか昨日さ、喉、昨日の、ん？昨日、ん？昨日寒かったのよ、夜。昨日の夜。でももうめんどくさくて、いいやと思って、そのまま
いたらなんかもっとダメ。ちょっとご飯に対する塩がすごく多かったこのおにぎり。鮭の塩か分かんないけど味めっちゃ濃かった。うん、ごちそうさまでした。確かに熱中症にならないように塩分多めに入ってんのかも。知れない。なんか爪の形はさ、この間さ爪さ変な方向に行ってさ、あ全然なんか肉がとかじゃなくてあの爪だけ変な方向に割れちゃったから整えたいけど、いつも整えたいって思う瞬間に近くに爪切りがないからやめてる。やめてるってかやってない、全然。爪を整えたい。あるんですよ、ちゃんと爪切りは持ってるんですけど、そうすぐそこにあるんだけど取りに行くのめんどくさいってなっちゃう。そうだから取りに行ってないだけ。今日夜本当にできるか分かんなくて、なんかそのそう分かんないのよちょっと何とも言えなくて、だからできなかったらごめんって感じなんだけど、できるように私も努力するので、ただやっぱ仕事が優先ではあるからこそできなかったらごめんっていう感じです。ということで10分に なったらランキング読みます。あと2分。そうなんかちょっと忙しい今日は
何手持ちボリビア編って何、初めて聞く日本語。多分ボリビア編でも手持ちは何か分かんない、うん、ボリビア編一緒に見よう配信の話かな、ちょっとそれはまだやってないのでまたできそうな時によろしくやります。ということで10分になったのでランキングいきます。1位エンドレッドアットピョンドさん、2位シャチさん、3位クジのダイゴさん、4位鉄道ナイトアットピョンズさん、5位ツッチーさん、6位サウロンさん、7位たまごさん、8位マックミックさん、9位マジ、10位マジカのバナナちゃん、10位ユタパパさん、11位ベベモンさん、12位ユタパパさん、13位ピアノマンさん、皆さんありがとうございました。それではまた劇場でお会いしましょう。一旦バイバイ、またね、準備して着替えていきます。それではありがとうございました、バイバーイ。